キルの取り方教えます。はいどうもこんにちは、リオロです。今回は縄張りバトルとかバンカラマッチみたいなバトルに勝つためにめちゃくちゃ重要な要素の一つであるキルの取り方についてガチ勢の僕が徹底的に解説していこうと思います。僕の視点を使ってめちゃくちゃわかりやすく解説していくんで、この動画を見終わった後あなたのキル数がいつもより増えていること間違いなしです。というわけで早速僕の実践動画を見ていきたいんですが、その前に少しこういう打ち合いのゲームが初心者でどういうシーンでキルが発生するのかっていうのを知らない人も結構いると思うので、今回まずはじめにキルが発生する条件とかキルが発生するシーンっていうのをお話ししていこうと思います。キルが発生するシーンなんですが、主にこの3つになります。1つ目が対面勝ち、2つ目が味方のカバー、そして3つ目が奇襲ですね。順番に話していきます。まず1つ目は対面勝ち、これは結構わかりやすいですね。そのままで正面から1対1してサブとかメインスペシャルを駆使して先に100ダメージを与えて倒す、これが一番わかりやすいキルの取り方じゃないかなと思います。お互い姿を晒して対面して勝敗が決まるので、駆け引きだったりとかエイムとかの技術、そういったものが一番必要になってくるキルの取り方ですね。相手と自分の実力差があれば、それがはっきり出やすい、そういうものになってますね。キルの取り方の中では一番リスクの高いキルの仕方になるかなと思います。では次2つ目、味方のカバーですね。こちらは今さっき話した対面をしている味方のところにカバーに入って2対1の状況を作って相手を倒すというキルの取り方ですね。実際には対面している味方以外にも一方的に狙われている味方のところにもカバーに入ることは多いです。こちらのキルの取り方は敵が自分以外の味方に対して集中していて敵に気づかれてない状態で攻撃をしやすいので、対面でのキルの取り方に比べてリスクが少なく駆け引き等もほとんど必要ないので簡単に低リスクでキルが取りやすい方法となっています。デメリットとしては味方をおとりにしたキルの取り方になるので、キルするのに時間かかってしまうと味方がやられてしまうというところですね。ただこの味方のカバーっていうのはこのゲームにおいて非常に重要で、仮にこのカバーが成功すれば味方が死んでしまったとしても3対3で拮抗状態をキープすることができます。カバーが早くなって上手くなって味方が死ぬ前にカバーできるようになれば簡単に4対3の状況を作ることができます。リスクも少なく味方の生存率も上がるので、この味方のカバーは積極的に狙っていてください。そして3つ目、奇襲ですね。これが潜伏等で自分以外の何かに集中している敵を横から刺してあげるっていう倒し方ですね。味方のカバーと似てるんですけど、この奇襲の中でも味方のカバーはすごい重要なのでピックアップしたという感じですね。対面に勝ってキルを取るのもすごい大事なんですけど、対面以外のキルのバリエーションがあるとキル数がぐんと増えて試合の勝率が上がると思うんで、このキルの取り方もちゃんと覚えておいてください。はい、というわけでここから実践動画見ていこうと思います。使用武器はスクリュースロッシャーですね。今回スクリュースロッシャーの実践動画なんですけど、スクリュースロッシャー以外にも応用できる内容になってるんで、ぜひ最後まで見ていってください。湯の花大峡谷大渓谷かなのガチあたりですね。初動は、降りて敵の方を見ていきますと。で、早速ここから話したいことがあって、この動画でも話したんですけど、戦う時にね、自分のイカちゃんを見てるとね、周りの情報全く取れないんで、自分のイカちゃんを見てるって状況は作らないようにしましょう。さあ、敵の方を見ながら、こういう、今ここを見てますね。この敵がどういう動きをするのかっていうのを探っています。これが甘えて前に出てくれば自分の位置バレてないと思うんで、奇襲ができるっていうことですね。見ていきましょう。ただ、ボムでね、警戒されてたんで、もうバレてるってことでね、こちらもボムで牽制していきます。で、位置バレてるんでね、下がりつつと思ったんですけど、塗り状況良くして、前出ていこうかなと思った感じですね。じゃあ、ここで2対1状況作られてますね。見えますか？はい、これですね、さっき話したんですけど、キルが取れるときどういうときか、味方のカバーしてるとき言ってみましょうね。それどういう状況かって、2対1してるときだったと思うんですけど、これ今まさに2対1されてますよね。ってことは、こっちかなり不利でキル取られる可能性が高いんですよ。だからこういうシーンは無理せずに、一旦下がってね、こんな感じに一回下がって対応していくっていう感じですね。まあ、ここで敵が2人とも詰めてくるのであれば、帰った方が良かったんですけど、これ詰めてきた敵が1人だけだったので、しっかりこう対面していこうという感じですね。1対1して、ただちょっと不利な状況だったので、こう内装も吐いて保険をかけていきます。で、これで味方の2対1して勝っていくっていう感じですね。で、ここから、こういうシーンでなんとなく塗ってしまう人多いと思うんですけど、なんとなく塗る一番良くないです。塗りながら索敵してるとかであればいいんですけど、なんとなく塗ってる人は本当になんとなく塗ってるんで索敵とかしてないんですよね。そういう敵の状態が、敵の場所がわからない状態で、無防備に体を晒してしまうとやられることが多いんで、一回潜伏して敵の場所をね、警戒して探しています。あ、で、この後は、で、ここでね、味方が1キル取ってくれて人数入りができたので、まあ、多少余裕ができたので、体を晒して前に上げていくっていう感じですね。たらっこ、見えてない敵に奇襲されて負けてしまいました。まあ、こういうデスを減らすためにしっかり索敵していこうという感じですね。まあ、今のシーンは索敵もしていたんですけど、相手がより上手かったという感じですね。さあ、続き見ていきましょう。さあ、ここまた敵に対して圧をかけていくんですけど、ボムを使ってね、圧かけて時間稼いでスペシャル貯めながらって感じなんですけど、まあ、今のこのシーンですね、炭酸ボム投げずに突っ込んでもいいんじゃないかっていう声が聞こえてくるんですけど、まあ、敵がね、ここ複数いるのが見えてるんで、まあ、その複数いるところにね、突っ込んでも危ないので、という感じですね。まあ、ここで様子見しているという感じですね。まあ、カバーに行っても、カバー行けそうだったら行ってもよかったかなと思います。で、ここは味方が死んでしまってるんで、無理に突っ込むんではなくて、甘えてこうやって突っ込んでくる敵に対してしっかりと、対応していくっていう感じですね。人数不利の時はね、しっかりと、前に出すぎずに戦ってください。人数不利で前に出ると囲まれちゃうんでね。で、一回潜伏して索敵して、見えた敵に対してしっかりと奇襲していきますと。これが潜伏の強さですね。位置がバレてないんで簡単にキルを取ることができます。で、今これ敵の残り1人なんで、その残りの1人の敵を警戒しながら、
前に出ていくっていう感じですね。で、ここにいるのが見えたので、前に出て、復活してくる敵に対して圧をかけていくと。で、ここね、囲まれてるのが分かっているので、ナイス様入って、しっかり対応していきます。ナイス様で1人倒せて、メインで1人倒せて、4対2という状況ですね。で、このシーンのナイス様なんですけど、本来ガチあさりのゴールはこっちなので、敵はこっちを見たいんですけど、ここで僕はナイス様を吐いてあげることによって、敵の注意をこっちにもそらしてあげるってことですね。そうすることによって、正面の味方が攻めやすくなっています。まあ、図で表すとこんな感じですね。この緑のがゴールで、まあ、おそらく味方がこんな感じにゴールの前に固まってるんですけど、まあ、敵はね、本来こっちを見たいんですけど、ここで僕はね、ナイス様構えて、しかもお前らキルしてやるぞみたいな顔してるんで、まあ、こっちも見なければいけないという非常に難しい状況を相手側に作っています。はい、では続き見ていきます。で、このナイス様で、メイン倒してキル取れてっていう感じですね。で、ここで人数入り状況が作れたので、味方はアサリをゴールすることができたと。で、このデュアル、ここですね。味方と対面してるんで、しっかりと2対1、味方のカバーをしてキルを取っていきます。で、入れるそうだったので、カウント入れていくっていう感じですね。さあ、ここで敵陣から降りていくんですけども、ここはでもね、味方が死んでしまって2対3状況。で、ここで孤立してるとね、敵高台ので結構危ないんで、まあもうこれは降りちゃって諦めてるっていう感じですね。で、ただ、降りると、絶対追いかけてくる敵がいる、予想ができたので、潜伏してね、降りてくる敵に対して奇襲していきます。奇襲するとこんな感じに簡単にキルが取れますと。で、また奇襲を、ね、狙ってますね、潜伏から。で、バレちゃったので、一回場所を変えてっていう感じです。で、このデュアルを見ていきたいんですけど、これね、対面していきたいんですけど、相手の洗濯機が、こんな感じにいい感じに炭素ボムでカバーしてきましたね。これ相手のカバーがナイスカバーでしたね。さあ、復活して、また前に戻っていきますね。巻いて、炭素ボム投げて敵を探しながらですね、敵を探して見つけて奇襲していきます、ここで。しっかりと、キルで倒していく、ですね。無理せずにね、敵をしっかり探して倒していきます。で、これ、ホットブラストと対面、これで負けてしまうと、対面はね、やっぱリスクがあるんで、相手の方が上手かったら、このシーン相手の方が上手かったということで僕負けてしまいました。まあ、武器の相性とかもね、対面には絡んでくるんですけど、基本的には実力が出るかなという感じですね。さあ、これ洗濯機うまかったですね。まあ、僕としてはこっちからね、攻めてくる敵を倒したかったんですけど、洗濯機にうまくここに潜伏されて奇襲されたという形ですね。みんなうまいですね、もうここまで来ると。さあ、これで3落ち入っちゃってね、もうカウント危ないですね、これはかなり。これ、もう急いで止めに行きたいという状況です。こういうシーンも焦らずにしっかりとね、まずは索敵から入ります。焦って突っ込むとね、一番良くないです。焦って突っ込んで潜伏に、焦って突っ込んでくるやつって潜伏で一番倒しやすいんで、それはしないようにって感じですね。で、この時もしっかりと横からリスクの少ないカバーを狙ってますね。対面はね、やっぱこうリスクがあるんで、負けてしまう可能性もあるんでね。さあ、これ潜伏して、この選択にはしっかりとカバーで倒していくと。で、しっかりとこれも奇襲で倒していきます。これも奇襲で、もう一個もいけるか、倒していくと。いいですね。こんな感じに奇襲がうまく決まるとね、リスクが少ない状態でたくさんキルを取れたりするんで、こういう潜伏からの奇襲っていうのはかなりおすすめになっています。このブラスターもしっかりと倒していくと。で、ギリギリ、53と59でね、ギリギリこちらのリードが保っているという状況ですね。で、味方のカバーでまた、キル狙っていくんですけど、ここはね、味方も死んでしまって敵に引かれちゃって、今ね、奥に2人とか3人いたのが見えたので、ここは無理せずに下がっていきます。1発とか2発とか当てるとね、すごい深追いしたくなる気持ちはわかるんですけど、深追いしてやられてしまったら何の意味もないんでね。今敵が正面に何人いるのかっていうのをしっかりと把握して立ち回っていきましょう。潜伏して、また様子見しながらですね。今右にこのブラスターが入ってきたのが見えてるんで、そいつもね、対応しに行きます。あ、見ましたね。しっかりとこれ。対面に、勝とうもと思ったんですけど、あ、いいですね。相手のブラスト上手いですね。これめちゃくちゃ。3対3ですね。手前をしっかりと味方が止めてくれてるんで、そこをカバーしに行きます。ただ、相手、残り洗濯機だけなんでね。これはもう焦らずに1対1、ゆっくり対面していくって感じなんですけど、まあ、負けなければいいんでね。ここを下ろしてあげたいって感じですね、洗濯機を。デスしてしまうと一番ここを取られてるとね、さっきも言ったんですけど、僕がね、ここを取ってるとき、相手きつかったように、敵にこう取られると自分たちもきついんで、ここを取られないように、下ろすだけでもでかいんでね、下ろすのを目的に頑張っています。で、これしっかりと味方の2対1として挟んで倒していきます。で、このデュアルですね。デュアルも味方が来てくれたので、無理せずね、対面勝とうと思ったんですけど、カバーを待って倒していきます。あ、これまた潜伏して敵を探していますね。さ、敵どこだって探して、さ、これ、ウルトラシットが来たんでね、無理せずに下がっていきます。で、またタワーと、で、そこですね。敵が見えたので、対面仕掛けていきます。一発、二発、ナイスさんを吐いて。お見合いですね、これお互い。で、これで勝ちと。はい、というわけでいかがだったでしょうか。結構丁寧に解説したつもりなんですけど、わからないこととかあればね、コメント欄で書いてくれれば、あと別の動画で解説するかもしれないんで、よかったらコメント欄書いてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。